いたしました。4月20日に発売になった新曲、カモメの海峡のカップリング曲として入っております。ぜひともこちらの方も応援よろしくお願いします。大石まどかさん25周年記念コンサートご招待のお知らせです。7月10日の日曜日に東京北区王子のホクトピア桜ホールで行われます大石まどかさんの25周年記念コンサートまどかショータイム。特別ゲストは作曲家の源哲也さんです。そしてゲストにピアノのひろしさんとバイオリニストの岡部真知さんを迎えてお送りする大石まどかさんの記念コンサート。走れ歌謡曲をお聴きの方の中から抽選で10組20名様をご招待します。7月10日の日曜日、会場3時で、開演は3時半です。場所は東京北区王子のホクトピア桜ホールです。観覧ご希望の方は、おはがきで郵便番号 105-8002、文化放送走れ歌謡局大石まどか係まで、あなたのご住所、氏名、電話番号をご記入の上お送りください。締め切りは、来週6月10日金曜日文化放送必着とさせていただきます。ご当選されました方には6月の17日の金曜日までにチケットをお届けします。走れ歌謡曲元パーソナリティの大石まどかさんから走れリスナーの方にぜひ見ていただきたいとのことですので、ぜひともたくさんのご応募お待ちしています。4月の10日にホクトピア桜ホールでコンサートをされます大石まどかさんの一曲をお送りします。大石まどかさんで命燃えて。ご機嫌いかがですか？つぶきみゆです。河野夏美です。さあ3月も4週目に入りましたけれども。だね、早いですね。ね、早い1ヶ月が。本日のお客様は大石まどかさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まどかさんいつもおしゃれだなと思っていやありがとうございます。その紹介っていうんですか、ネックレス、はいはい、すごい素敵ですね。ありがとうございます。主人からのプレゼントです。いやでも何年も前の多分ホワイトデーかな。でも今何年、今は8年9年目になりますね。ラブラブなんですか。まあ、普通もう9年経ったらね、もうなんて言うんだろう、どうですかだって皆さんどうですか。いやなんか素敵だなと、いつも、ね、女性としてお二人は、いやもう本当になんかエキスをいただきたい感じなんですけど、憧れます。いくつ？うん、ね、まだ若いでしょ。私は二十歳になりました。あ、若いじゃん。まだまだだね。本当に、ね、誕生日を吟味に吟味を重ねて選んでください、はい、吟味に吟味を重ねてください。そういう話じゃないんですが、まどかさんには新曲のお話をしていただきたいんですが、2月24日に発売されました、はい、タイトルは命燃えて、はい、そうなんです。これね、
命の後に点がついてるんですよ。あ、そうですね。もともと、点がなかったんですけど、はい、その歌入れの時に、はい、先生が命に点を入れて、命を燃えてっていうのを、歌詞カードに書いてきてくださって、これ、点入れるとまた雰囲気違うねっていうので、確かに。それで、点を入れて、命を燃えて。ちょっとだからタイトルを言う時に、はい、命燃えてじゃなくて、命燃えてっていう。ダメよ。その何かこう、その間に何か余韻というか何か感じるものが、うん、確かにそうすごいですね。高橋先生の、はい、すごいね。作曲が源哲也先生で、はい、源哲也は7作ぶりですかね。すごい。で、久々の艶歌で、本当にこう、命を懸けて愛した人と別れてしまって、うん、で、一人、涙しながら伊豆を旅するという、うん、一人旅ですね。まあ、この詩がね、命丸ごとあげてもいいととかね、はい、あの日死のうとあなたが言えば私は迷わず死ねましたとかね、すごい情熱です、ね、すごい女性ですね、芯が強くて、そうなんです、一途で、うん、だから今回は久々の通夜だということで、はい、まあ、あの25周年記念曲が、はい、とても素晴らしい曲、うん、あの、まどかさんはこの女性と共通点ありますか？そうですね。でもなんかこう、愛するときっていうのは、このぐらいこう、情熱的に、なれたらいいなと。ちょっと語尾が柔らかくなるすけど。忘れちゃったなこの情熱が。今ね、こう、たくさんいらっしゃるので、こんなね、はい、こんなこう、辛い状況っていうわけではないと思いますけど。でも、このぐらい、ね、命をかけて愛することができるって素晴らしい。ね、そうですね。多分一生に一度、こんな経験できるかっていう、二度三度はないでしょ、きっと。命が足りないです。命が足りない。あ、難しいね。そう。だから、うん、そう思ったら、こう、歌で、うん、この世界にこう、自分を投影して楽しめるというのは、そうですね。とても素敵なことですね。そうです。運動からすごくね、こう、バーッとこう、なんだろう、盛り上がる感じで、はい。で、歌ってても、はい、こう、自然とこう、気持ちが、うん、盛り上がっていけるというか、気持ちをこう、感情が入れられるというか、その世界観に入れてるってことですね、うん。そうですね。だから入りやすい歌じゃないかなと思います。ポイントは歌うとき、ここ、ここ大事っていうとこありますか？やっぱりね、五拍子なんですけど、最後の2行ですかね。はい。誓った雨が恋しくて、ひとりって、ここファルセットなんですね。あんまりファルセットって私使わないんですけど、今回初めてこう、いわゆる裏声ってちょっと艶っぽく聞こえますよね。そうですね。で、こう裏声で、出してみたんですけど、はい、最後の2行に気持ちを込めて歌うと、はい、この歌がぐっといい感じに仕上がるからと。ここはぜひじゃあ、繰り返し聞いて、はい、研究していただいて、うん、歌ってみていただきたいですね。はい、します。そんな大石さん、もういろんなこうね、お仕事全国回られてると思いますけども、はい、今後の、キンキンのご予定、はい、少し、まあ、先と言いましても多分すぐ、うん、来ちゃうと思います。じゃあ、まどかさん、25周年記念の、はい、リサイタル、イエーイ、そうなんです。まどかショータイムと言いまして、はい、25周年の記念コンサートが、7月10日、はい、7月10日ですよ。はい、北トピア、北区にあります北トピア桜ホールで、開演が15時半、はい、3時半になります。はい、ぜひね、周年のコンサート、集大成で、皆さんにね、感謝の思いを込めて、素敵なステージにしたいと思いますので、はい、お越しいただきたいと思います。チケットの問い合わせ、ここに出てるかな、出てるかな、この感じ。いやー、本当にこういろんな表情をきっと見せてくださるんだろうなという、そうですね。感で皆さんいっぱいだと思う。今、これから何しようかなっていろいろ考えてるところなので、はいはい、みんな大石まどかを聞いてみていただけるかなと思います。はい、皆さんぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。お待ちしております。さあ、それでは曲のご紹介をよろしくお願いいたします。はい、まず、点を入れてですね。はい。私の石の中で、命燃えて。